自然写真家の高橋ハテルです。普段は野生動物をメインに撮影します。野生動物の撮影でやっぱ AF ってすごい重要なんですよね。今回 XHS の新ファーム 3.0 っていうのが出来上がって、それをこう入れて撮影する機会をいただいたんですけど、実際こう撮影してみて驚いたのが、もう正面から向かってくる鳥とかにもう確実にフォーカスしてくれますし、あとは小鳥とかですね、こう飛び上がるシーンとかそういうのももう食いついて追ってくれるんですよね。今まで XT4 っていうカメラを使ってたんですけど、 XH2S が発売になってもうすぐ私飛びついたんですよね。それでしばらく撮ってみたんですけど、やっぱ断然 T4 よりもやっぱ性能が上がってるってとこで、よくは撮れるんですよね。そんな中でもやっぱまだなかなか大変なシーンとかもあって、例えば、ガチャついてる林の前を鳥が飛ぶ時とかはやっぱりどうしてもこう鳥にピンが来てくれたり来てくれなかったりとかですね、そういうのがあって、あとは手前にこう枝とか枯れ草とかが被ってるシーンとか、やっぱそういうところもなかなかこう検出してくれないっていうところがあったんで、もうちょっとなんとかなんないのかなっていうふうに思ってました。そこが新ファームになって、林の中に入ったとしてもちゃんと鳥として捕捉して、ウィンドウが素早い動きにずっとこうついて回るっていうところが、おお、これ今までと別物じゃないのっていうところで、すごかったです。波打ち際とか、あとはこう波の水平線の下ギリギリみたいなところでこう鳥が飛んでくれたんですけど、今まではこう波の中に入って同化してしまったらなかなかこう検出してくれないようなところがあったんですよね。でも今回のこの新ファーム 3.0 で撮影した時に、もうそういう同系色みたいなところに入ってももう認識してくれるんですよね。あとは動物撮ってて一番難しいっていうか、そういうところっていうのがやっぱ暗いシーンなんですよね。朝とか夕方とかですね、動物って基本的に朝とか夕方しか動かないんですよね。低照度さ、そういうところでもしっかり AF が効いて追ってくれたんですよね。なんでもうこれ以上ないぐらい撮れたんで、自分の中ではもう本当作品に集中できる、もう全てカメラがやってくれる、もう本当理想のカメラですね。今回撮影で白鳥も撮れたんですよね。で今も冬で雪降りなんで、白鳥も当然白いんで、もう白白で、果たしてちゃんと検出してくれるのかなっていうところもあったんですけど、もうそれもものの見事に検出してくれて、白鳥もいろんな動きするんですよね。それでももうしっかり認識してくれるっていうところが、低コントラストも十分強くなって、そういう条件でも使っていけるんじゃないかなっていうふうに思います。これまで AF のテストとか富士フイルムにそういった部分でフィードバックしてきたんですけど、厳しいこと言ったんですよね。もうやっぱこっちも写真が撮れないと仕事なんで意味がないんですよね。なんで撮れるものを作ってもらうためにもう心を鬼にして、もうピントが合わないんだったら合わないって言いましたし、飛翔するものをもう追わなかったら追わないって言ったんですけど、それをこう何回も繰り返すうちにいよいよ合うものができてきて、さらに今回この 3.0 っていうもので実際撮って、なかなか難しいシーンがあったにもかかわらず、もう本当とてつもなく合うものができたんですよね。もうよくぞ開発の方々作ってもらっていただきありがとうございますっていう思いです。富士フイルムのカメラって AF 弱い弱いって結構言われ続けてきたと思うんですけど、もう今この段階に入って、もうそれはもう払拭できたんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。